レアンドログレコは、イタリア、ローマ出身のサッカー選手。FC ズユートティロール所属。ポジションは MF。地元のクラブである AS ローマのユースで育ち、キャプテンも務めた。2004年にレンタル先の AS アストレアで、トップチームデビューを果たすと、レンタルバック後のローマでもトップチームに入り、セリエデビューを果たした。2006から07シーズンは、 セリエ B のエラスベローナ FC へ、レンタル移籍。26試合に出場し得点を挙げたが、クラブは、セリエ C1 へ降格。翌シーズンは14試合の出場に止まったが、2得点を、挙げ残留に貢献した。ローマに戻った後は、出場機会に恵まれず、冬には、下部のクラブに、レンタルされるシーズンが続いたが、 2010年11月3日の UEFA チャンピオンズリーグアウェーでの FC バーゼル戦で3の1都市試合を決めるゴールを決めローマでの初得点を記録試合後にはずっとこのチャンスを待っていたここから試合に出られるようになることを願っていると喜びを語った2012年7月ギリシャスーパーリーグのオリンピアコス FC に3年契約で移籍 2018年1月8日、FC バーリ1908からシーズン末までのローンで、フォッジャカルチョへ加入した。2019年8月31日、コゼンジャカルチョに移籍した。2020年1月31日、ペルージャカルチョに移籍した。2020年7月31日、FC、ズユートティロールに2年契約で移籍した。ありがとうございます。